皆様、こんにちは。今回は、売上予測が外れるケースの2というお話です。外れるケースの1では大型商業施設を取り上げたのですが、今回は路面店です。で副題として、点点点、痛い目に遭いましたということが書いてあります。今回はですね、これは、あの、売上予測が外れるケースというよりは、外したケースという方がいいのかもしれません。点前通行量の見方ということもお話したいと思います。よろしくお願いします。 健然通行量と店舗売上げの関係を考えたときに、少ない場合はどうなのかと言いますと、これ、自力で集客する力の弱い店舗の場合、企業の場合、高い売上げが期待できないということで、えー、通行量の少ないところというのは避けられてしまうわけです。逆に、通行量が多いと、これはまあ集客できないリスクが低い、まあ、出店して失敗する危険性が低いというふうに考えることができるので、 通行量は多いところが好まれやすいです。しかしながら通行量が多いからといって一概に高い売り上げが期待できるのかというとそうとも限らないというお話なのです。ですからいくつかの地点があって点前通行量物件の前の通行者数がほとんど同じでも何かが違うことがあります。売れたり売れなかったりするんです。で引き続きですが点前通行量と店舗売り上げの関連ということでこの点前通行量は なぜこれをかかるのかと言いますと、これは出店した後の売上予測に使われるわけですね。で、天然通行量と店舗売上の関連というのを考えると、またマトリックスで考えますが、これ、縦軸が店舗の売上です、横軸が天然通行量少ないか多いか、これ、天然通行量が少ないところというのは、まあ、避けられるんでしょうけれども、天然通行量が少なければ売上は低くなるし、天然通行量が多くなれば売上は高くなるということで、 えー、右の上と左の下。これがまあ普通です。で、天然通行量が少なくて売り上げが高いところというのはまあ非常に優秀な、まあ、立地が良いとかですね、えー、間口が広いとかいろいろな条件が揃った非常に理想的で優秀な店舗だということが考え,る考えられます。で、問題は何かというと、右の下。天然通行量が多いんだけれども、店舗売り上げが低いというこの三角×のところですね。ここ。これを開発としては、店舗開発としては避けたいわけです。今回は余談。 今だから言えますが、というお話です。これですね、個人的にあの、かつて、まあもう20年ほど前の話なのですが、売り上げ予測を大外しした例があります。未だに覚えています。ハテナの中にね、入る言葉を当ててください。ある施設があるんです。そこと、その最寄り駅の間を結ぶ、協力動線上の区画だったんです。で、ここの区画の売り上げの予測値というものが、3000万円ぐらい。 と予測をしたのですが、実際のところがその半分以下だったというケースです。これはね、既存点に類似したところがあまりなくて、あの、イレギュラーなケースということで、仕方がなかったのですが、まあ、こういう事実がありました。まあ、これを教訓にして、まあ、今お話をしているんですけどもね。はい。20年ほど前の話です。まあ、これができたばっかの頃なんですよ。で、まあ、これヒント。大阪ですで。目的地としての力が非常に強い施設ですね。さあ、どこでしょう でまあ、しばらく考えていただいたとして、これ、正解はですね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと言います。今でもありますね。で、まあ、私はここを大外ししてしまったんですね。もう、でもう怖くて、いまだに私はこのユニバーサル・スタジオ・ジャパンは行ったことがありません。今後も多分行くことはないんじゃないかなと思います。以上、余談でございますが、はい。これを教訓にしていきたいと思うんですけども、売り上げ予測に反して売れない。これは避けたい。売れると言ったのに売れないというのは最悪です。ということを、 考えると、点前通行量の数字を鵜呑みにしてはいけませんで、鵜呑みにしない場合、どうしなければいけないのかと言いますと数字を調整する必要がありますまあ、やや控えめに見るというようなことも必要だということですで、それによって、ふさわしい売上予測を立てましょうということなんですじゃあ、調整の観点としてどういうものがあるんでしょうということで、えー、2つご紹介したいと思います1、点前通行量の何とかを確認しましょう2つ目 物件と何とかの位置関係をよく確認しましょうということをご紹介したいと思います。観点1です。点前通行量のハテナ。これは何かと言いますと、まあまり面白い言葉ではないんですけどね、あの、性質です。前に通ってる人の数だけではなくて、その通行している人の性質、質的なものを観察してくださいということなんです。ですから、まあ、例えばですけれども、歩行者の 通行の目的です。目的がもう定,定まっているもの、あまりにもはっきりしている場合というのは、歩く速さも速くなってまいります。そうすると、その速い速度で歩いている脇にある店舗って、立ち寄られる確率ってやっぱり下がりますね。その他、こういったことも確認してください。全面道路ですとか、通路の幅です。 全面の道路の幅が非常に広いようなところというのは、なんと言いますかね、例えますとこう川の、大きな川の流れのように人がこう通過していく場所というのがあります。当然、天前通行料、天前通行量の数自体は多くなるんですけれども、それにこう比例して売り上げが上がっていくかというと、そういうわけでもないんですね。 ユニバーサルスタジオジャパンと駅の間とかですね。あと、こう、仙台一番町っていうね、あの仙台市にある通りがあるんですけども、そこもちょっとかつて嫌な思い出がありまして、こういうことを話している時に思い出す場所なんですけどもね。ということで、通行量、数だけではなくてね、こういう質的なものも確認する必要があるというのが観点1でございます。観点2です。物件と何とかの位置関係という話です。 まさっきあの、ユニバーサルスタジオジャパンの例が出てきたんですけども、まあ、それも一つなんですが、例の一つなんですが、はい、TG という言葉がありましたね。はい、交通派生要因となるものです。物件とこの TG の位置関係、よく考える必要があります。通行者の目的意識が極端に強い施設です。もう、真っ先にその施設に向かっていくっていうような。 施設。一目散にその施設に向かって人が移動していくというような力のある施設の付近というのは要注意です。さらにですね、その施設の中で行動が完結してしまうような場合ですね、用事をすべて済まして人が出てくる。こういった場合は厳重な注意が必要です。行きも寄ってもらえない、帰りも寄ってもらえないということで、結局こう店の前は素通りされるだけで終わってしまうというね、こういったことになりかねません。以上、二つの観点を取り入れてみてください。まとめです。 全然通行量についてお話をしてきましたけれども、人数以外の視点も重要です。でまあ、まとめてみますと、こんな感じですね。ある TG と、そこに近接する他の TG があったときに、その2つの TG を最短距離で結ぶような線、単なる移動経路になっているような場合です。ですから、人はいっぱい通るんですよ。その店の前を、物件の前を通るんだけれども、非常に速いスピードで人が通り過ぎていくようなところ。 ととといいううのは、まあ、要注意なんだということですで、まあ、今回これは路面店ということでねお話をしてきたのですがこれはですねロードサイド物件にも当てはまるお話ですということでロ、えードサイド物件の場合はどうなのかということこの辺りは別の動画でお話をしたいと思います。はい、ということで、えー、売上予測を外してしまうような可能性があるケースの2番目ということで自分の失敗談も含んでいるということで今回は短めに終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。